関ジャニ村上とのお泊まり合い発覚で小島瑠璃子へのディスり爆発。10月27日発売のフライデーで関ジャニ無限大の村上信五とタレントの小島瑠璃子の熱愛が報じられた。記事によると、小島は半月に2涙ダッシュ3回のペースで村上の住むマンションを訪れ、お泊まりする関係だという。小島は10月22日放送の選挙特番、池上彰の総選挙ライブ、テレビ東京系でリポーターとして活躍。希望の党の選挙センターからかなり暗い状況です。あまり大きな声を出せたもんじゃありません、などと自分の言葉でわかりやすくリポートして視聴者からの賛辞を集めた。その多彩さはこじるり無双とも呼ばれたが、この報道によってこじるり無理と評価が肩落ちしているようだ。トーク上手な村上とのカップルはお似合いとも思えるが、ネット上にはこじるり増しの雨あられ。村上も35歳のいい年、ファンも恋愛しないでという人ばかりではありません。しかし今回はもともと好きじゃないのにもっと嫌いになった小島瑠璃子を潰したいなどの声が上がっており、よりによってこじるりかという意見が続出しているのです。かねてより小島は知ったかぶりが鼻につく、何でもできるアピールがイラッとくるとディスられていましたが、今回のスキャンダルによって女性から不人気説を決定づけましたね芸能ライター。ただ今回の記事には二人が仲睦まじく歩くようなカットはなく、一ショットの歩き姿、車に乗る姿だけが掲載されているが、真相は果たしてはてな。